世界様子見に来てみた。もう夜だし冷えるから中入ってれば。そう、刹那。うん、やっぱり来ないよね。まこと、さっき光から電話で聞いたんだけど、桂さんも伊藤と約束してるって。駅前で会った時に聞いたって言ってた。そう、桂さんも伊藤が世界と約束してるって言ったら驚いてたって言ってた。私のは強引に来てって言っただけで約束じゃないもん。そう、うん、そっか、桂さんと約束してるんだ。それじゃあ来れるわけないよね。沢永、教室で一人残って何か悩んでる伊藤を見てたからって桂さんに言ったらしいよ。なんて？世界を選んでも伊藤の思いを尊重してやってくれって。そう、世界もだよ。うん、そうだよね。もし来たら本当に伊藤が世界のことを好きだって信じてあげなくちゃいけないよ。けどは言っちゃダメ。違う、もし本当に誠が来てくれるならもちろん信じるよ。誠は私のこと好きだって。でも来ないもん。来なくても。来ない時は諦めるってこと？そうなるけど。やだよ、諦めたくないよ。世界、誠のこと好きなの。誠が私のこと好きってもっと信じていればよかったってずっと後悔してるもん。だけど諦めるなんてできないよ。あのね、世界、わかってるよ。こんな時間まで来ないって意味ぐらい。うん、その理由なんだけど。まこと。はい。いざ世界の家のそばまで来て合わせる顔がないってうろうろしてたから引っ張ってきた。ごめんな。俺、いざ本当に好きなのは世界だって分かったら、今まで世界のこといっぱい傷つけてきたのに、今更どんな顔して会えばいいかって思っちゃって。そう、誠なの？ああ、私でいいの？ああ、嘘だよ、私信じられない。信じろ。そうだな。まこと、大好きだよ。